デスノート終盤で追い詰められるライト見て興奮したそう。デスノートはさ、あれはさ、自分がデスノートを持ったらこうしないのにみたいな妄想セットで楽しむからな。僕がライトだったらポテトチップスの袋の中にテレビ仕込まないのにとか危ないよね。そういう なんか結構ギャグ漫画も入ってるから、意図的にそのなんか突っ込みながら、そこはそうせんだろうと。なんとでもなるよな、あれ。まあそもそもまず世の中の悪人を片付けないか、デスノートをもらったとしても。結構自分の好き勝手にできるからな。死ぬまでの48時間だか操れるよね、あのノートって。だからサイコパスに私は危ないよね。自分の好みの女の子を48時間自由に操ってから死んでも構わんみたいな形でやれば、48時間でなんか全て自分の持ちうる愛も財産も全てを持ちうって、その坂本を満足させた後、死んでくださいって書けば、それをなんか2日おきに繰り返すと、それやばいよね。それさ、ゲスだよな。そういうやつに持たせると危ない。サイコパスバスってる。ひえ、何、君たちは真っ当に悪人の名前を書くわけかい、デスノートに。実現不可能なことを無理なんじゃなかったっけ。実現可能でしょ。僕の書いてることは何。坂本を好きなのが実現不可能ってこと、どういうことかい。どこが実現不可能でしょ。実現不可能なのは、今から1時間後に月面に行って死ねとか、そういう物理的に不可能なことはダメだったはず。デスノート、私の力を超えている。あのさ、デスノートのさ、2年ぐらい前に出た、後日談みたいなやつは、結構頭いい使い方してたよね。あれの主人公。裏技みたいな使い方、知ってる？その後の話で、作者が出したじゃん。新しい主人公で、なんか、ライトが死んで、3年後とか4年後とかに、の話。そう、銀行に振り込ませる。いや、それはめちゃくちゃ頭良かった。あのね、デスノートを使わないで金生んだんだよ、そいつ。デスノートを競売に出したんだよね、セリに。あの、各国のトップに向けて。このデスノートを、あの、ツイッター使って、このデスノートに一番高額な値段をつけたやつに売りますと。そしたら、やっぱ国のトップが、中国とかアメリカの大統領とか、そのトップがめちゃくちゃな大金出して、50兆とか100兆とか出してきて、でも振り込み先で足つくじゃん。それ違うん。それを、なんか、20歳未満の若者だっけ？逆か。20歳以上の人だっけ？どうしたら若者にだけ、一人10億円で分割して振り込んでくださいってやって、そのうちの一人に自分が、とことんまで頭いいわ。めちゃくちゃ頭いい。特に悪い使い方をしてなかったはず。ただなんか、最後、こじつけでやられたんだよな。リュークが、いや、やっぱりその、デスノート使ってるやつは、しんどけ、みたいな。何それ。あ、そんなんな、それ言われたら誰も使わんでしょ。なんか追加ルール入ったんだよな。なんか追加で、いや、ちょっとデスノート使ったやつは、まあ死んでくれや、つって。おもんな。ルール変えやがった。ルール変えて殺されちゃったんだよな。そういうのじゃねえからって。いや、お前ライトと比べたら、おもんねえわ、つって殺されたんだよね。で、おもんなさで殺されても、じゃあしようよと伝えて渡してこいよ。かわいそうだったわ、ガイデンの主人公。なんも悪いことしないよね。頭のいい使い方して足のつかないお金の使用法違ったんだね。転売したら死亡、そんな感じなんだよね、追加ルールが。転売禁止らしいよ。そんなメルカリみたいなこと言われましても困りますよ。メルカリに出したら即死亡だって、今のデスノートって、最新デスノートね。おもんなって言われて。ルールに入っちゃった。あまりにも転売増えたから。メルカリ禁止。
ただただ人を殺すことで使えと。クソゲーだよな。そう、大体の僕の考えた最強の使い方は弾かれちゃうんだよね。なんかやっぱライトみたいなちょっと面白い使い方をしないと死神の恩寵を得られない。死神に、が笑ってくれないとダメ。まず接待受けさせないと、接待しないと。